皆さんこんにちは。森保はじめ監督率いる日本代表は現地時間12月1日のカタールワールドカップグループリーグ第3節でスペイン代表と対戦し2対1の逆転勝利を収めました。現地時間12月1日22時最終節をスペイン代表との一戦を迎えました。グループ E は最終節を残して勝ち点がスペイン4、日本3、コスタリカ3、ドイツ1と全チーム突破の可能性を残して迎える非常にプレッシャーのかかる一戦でした。日本代表は第2戦から先発メンバーを5人入れ替え、スペイン1部リーグでプレーするミッドフィルダーの久保建英選手やワールドカップ初出場となるディフェンダーの谷口翔吾選手などを起用しました。日本代表は序盤からチャンスを作り、伊東純也選手が宮下にシュートを放ちますが惜しくも枠を外れます。しかし10分もしないうちにスペインもパスをつなげるようになり、徐々にスペインペースになります。そして細かなパスでつなぐスペインに押し込まれ、前半11分クロスボールをアルバロ・モラタ選手に頭で合わされ先制され、いきなり試合が動きます。その後もボールの保持率でおよそ8割を握られる苦しい展開となり、日本代表は決定的なチャンスを作れないまま0対1とリードされて前半を終えました。エンド変わって後半、積極的なプレスで相手ゴールに迫った日本代表は、3分に後半から入った堂安律選手がペナルティーエリアの外から左足を振り抜いて鮮やかなミドルシュートを決め同点に追いつきました。さらに6分には同じく後半から入った三笘薫選手のゴールラインギリギリからの折り返しに田中碧選手が右足で合わせてゴールに押し込み、日本代表が逆転。その後はゴールキーパーの権田修一選手の好セーブなど粘り強いディフェンスでスペインの反撃を許さず2対1で勝ちました。日本代表は初戦のドイツ戦に続き世界7位の強豪のスペインを破って1次リーグ2勝1敗で死のグループ言われたグループ E を首位で終え、2大会連続の決勝トーナメント進出となりました。それに関して対戦相手であるスペイン代表のセルヒオ・ブスケッツ選手がコメントを残しています。今回はそんなセルヒオ・ブスケッツ選手についてご紹介していきます。まずはセルヒオ・ブスケッツ選手の簡単なプロフィールからご紹介します。名前セルヒオ・ブスケッツ、生年月日1988年7月16日、国籍スペイン、身長189センチメートル、ポジションディフェンシブミッドフィルダー、所属チーム FC バルセロナ。ブスケッツ選手のこれまでのキャリアは数々のクラブを経由し、2005年から FC バルセロナのカンテラ・ラ・マシアに入団し、順調に成長しトップチームに昇格し現在に至ります。セルヒオ・ブスケッツ選手は FC バルセロナのいわゆる生え抜き選手であるカンテラーノと言われる選手で、 FC バルセロナ内でも人気が高い選手です。スペイン代表歴は2009年4月1日のデビューをしました。2010年の南アフリカワールドカップでは主力として優勝も経験しています。2022年現在も中心選手としてスペイン代表で活躍しています。セルヒオ・ブスケッツ選手の年齢、身長は前項に記載の通り34歳、189センチメートルとなっています。34歳の年齢はサッカー選手の中ではベテランの領域に入るので、セルヒオ・ブスケッツ選手は経験が豊富なチームを引っ張る役割が求められますね。これまでの経験豊富なキャリアの中でセルヒオ・ブスケッツ選手は取れるタイトルを全て獲得しています。 FC バルセロナでは FIFA クラブワールドカップ3回、欧州 CL 3回、 UEFA スーパーカップ3回、国内リーグ8回、国内カップ7回、国内スーパーカップ8回を獲得。スペイン代表ではワールドカップ1回、UEFA 欧州選手権1回を獲得しているという、選手キャリアで誰もが羨ましがるタイトル獲得歴となります。身長は189センチメートルと長身プレイヤーの部類に入るかと思います。セルヒオ・ブスケッツ選手は身長は高いですが、体格の方は最近のサッカー選手のトレンドである
筋力トレーニングによる体格を太く厚く大きくするという体格はしていなく、サッカー選手に必要最低限の筋力トレーニングのみを行っているのでしょう。セルヒオ・ブスケッツ選手はよく天才と言われます。筆者は一概にセルヒオ・ブスケッツ選手のプレー全てが才能によるものだとは思いませんが、彼のプレーには試合を読む力や嗅覚、感覚には才能が入り混じっているというのには納得です。サッカーにはどうしても口で説明できない部分が存在していて、その主な部分はサッカーのおける嗅覚、感覚と言われるものが当てはまるでしょう。セルヒオ・ブスケッツ選手のテクニックやサッカー IQ なるものは FC バルセロナの育成組織カンテラで培われたものであるのと、セルヒオ・ブスケッツ選手自身の努力によるものでしょう。ただ先ほど述べた試合を読む力や嗅覚、感覚というものは、より多くの試合や練習をこなすことで彼自身が身につけてきた独自のものであると言えます。この感覚、嗅覚は主にパスでゲームを組み立てる際や守備時の危機察知能力で垣間見ることができ、セルヒオ・ブスケツ選手の注目ポイントの一つであります。セルヒオ・ブスケツ選手のプレースタイルは一言で言うと、チームの心臓となりうるプレーをする、縁の下の力持ちとなるプレーをするスタイルです。セルヒオ・ブスケツ選手はアンカーと言われるポジションで、多くの回数ボールに触れてゲームのリズムを作り、攻撃的な選手たちを生かすことが多く、彼がディフェンスラインの前でビルドアップに参加することでビルドアップがうまくいってしまう存在なのです。中でもセルヒオ・ブスケッツ選手のピッチ全体を把握する視野の広さや、試合の状況を読みパスの強弱を調整しながら出しどころまで考えている戦術眼は、長年 FC バルセロナとスペイン代表に欠かせないものになっています。セルヒオ・ブスケッツ選手のプレーを見てサッカーを勉強できるほど、彼のプレーには参考点がたくさんあるのです。そんなセルヒオ・ブスケッツ選手ですが、試合後スペイン代表ミッドフィルダーセルヒオ・ブスケッツ選手は日本に衝撃を受け、あの強さは予想外だったとコメントしています。ブラジルメディアグローボ・エスポルチが伝えました。記事ではブスケッツ選手が、日本のあの強さは予想外だったと驚いた口調で言ったと記し、日本の逆転劇に脱帽と報じています。攻守の舵取り役を担ったブスケッツ選手は、ゲームはコントロールされているように見えたし驚いた、日本のカウンターアタックは強力だったとコメントしています。前半からスペインがパスをつないでゲームを支配していた中、日本が後半に入って一気に圧力を強めて状況が一変しました。記事ではスペインの驚きは明らかだったと指摘しています。リード後の日本はコンパクトな守備ブロックを形成してスペースを与えなかった中、ブスケッツ選手は日本がスペースをうまく消していたと脱帽した様子で語っています。ドイツ代表に続きスペインも撃破した日本が首位通過となり、2位がスペイン、3位ドイツ、4位コスタリカとなりました。グループ1位の日本は12月6日の16強でグループ F2 位のクロアチアと対戦します。今回はセルヒオ・ブスケッツ選手のコメントについてお届けしました。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。